やあ、クレハも急に呼び出してごめん。何かあったんですか、キリトさん。いや、そんな深刻な話じゃないんだけど、新しいクエストが配信されただろ。あれを一緒にやらないかと思ってさ。ごめんね、キリト君言い出したら聞かないから。あれ、アーファシスはいないのか。すぐに来ると思うんですけど。ジェスチャーゲームとかじゃない。様子がおかしいわ。レイちゃん、もしかして何か困ってるの？確かに表情が必死だな。え、何かの病気かな。熱はない？どこか痛いところは？アーファシスはプレイヤーじゃないから病気や通信障害の類じゃないと思うけど。そうね。ということは新しい仕様？でもこんな仕様変更に何の意味が。あ、ゼリスカさん、今大変なんです。実はレイちゃんの声が出なくなっちゃった？どうして？うちのデイジーちゃんも会話ができなくなっちゃったの。サポート系とバトル系のお話はできるみたいだけど。話せる内容が限られてしまったってことか。プレイヤーへのサポート機能が制限されていないところを見ると、タイミング的におそらく今回のクエスト絡みかしらね。アファシスとのコミュニケーションを制限するなんて今までにはなかったわよね。そうだな。でもクエスト絡みならクリアさえすればアファシスは元通りってことだ。今回のクエストってどんな内容なんですか？ SBC グロッケンの地下に新しいダンジョンが追加されたんだ。かなり大きいダンジョンで敵も多い。アルゴが手に入れた噂によれば、そこから SBC フリューゲルへハッキング攻撃が行われてるって話だ。それがレイちゃんにも影響しているということ？まあ、まだ誰も一番そこまでは潜ってないから断片的な情報しかないんだよな。フリューゲルにハッキング、言い換えればマザーコンピューターへの攻撃ね。あ、そっか、お母さんとつながってるから、レイちゃんたちも。マザーコンピューターの不調がアファシスに影響しているということになるかしら。アファシスとのコミュニケーションが取りにくくなり、プレイヤー自身の力量が試される。常時デバフ付きの高難度クエストってところか。今はまだデイジーちゃんのサポート機能は生きてるけど、ハッキングが続いたら症状が悪化しちゃうかも。そうね、私レイちゃんの声もデイジーちゃんの声も好きだもの。お話よし、そうと決まればやることは一つだ。ダンジョン攻略ね。私としてはなるべく早く取り掛かりたいわ。あなたもそうじゃない？じゃあ早速出発だな。
あら、皆さんお揃いなんてよっぽど暇なんですね。リエーブル、君は話せるのか。え？いきなり何なんですか。よかった、リエーブル話せるのね。フリューゲルのマザーコンピューターがハッキング攻撃を受けてるらしくて。なるほど、わかりました。確かに通信に負荷がかかっている気配はありました。やっぱりクエスト絡み。おそらくこのままでは言語機能の回復は期待薄でしょう。それどころか他のタイプのアファシスたちにも被害が拡大して。早めにクリアしないとどんどん難易度の上がるクエストというわけです。なんてこと。まあ、私はそこのアホシスさんとは違って高性能ですから、この通りスラスラ話せますけど。はあ、うるさい。そんなにジタバタしても皆さんには伝わってませんよ。横着してないで、言いたいことがあるならメッセージでどうぞ。ん？何ですかその顔。お、皆さんまでそんな驚いた顔で。あ、まさか。いや、俺忘れていたわね。え、レイちゃんからメッセージをもらって知ったんじゃないの？普通の会話ができなくなったこと。あ、はい。はぁ、あ、皆さんまで。こんなのでクエスト攻略なんてできるんですか。私も少し心配になってきたわ。な、もう仕方ないですね。少しの間だけならついていってあげますよ。暇ですし。本当？ありがとう、リエーブル。そこのアホシスさんとは格が違うというところを見せてあげます。今後私の方にも影響が出ないとも限らないですから。一緒に来てくれるなら心強いよ、リエーブル。そうと決まれば早速行きましょう。頼りに。